旗山老街，全国最完整的老街，位于中山路上的仿巴洛克风洋楼街屋，建于1925年到1930年间，配合当时实施市街改正建造。此风格建筑是为欧洲人在19世纪与东南亚殖民地以仿巴洛克风格洋楼样式，经由日本游学欧洲的建筑师发展出来的台湾牌楼厝，其内部大多仍为闽南的木构建筑。街屋之立面常以钢筋混凝土结构，并以清水砖、磨石子、瓷砖装饰，特别强调柱子、门窗、窗台样式，更注重其山头繁复的装饰图案，表现当时工匠们的巧思及手艺。山头纹饰常见有花草纹，还有借由文字，像是中文、罗马文来显示家族姓氏。山头顶常以鸟兽、贝壳状等图腾饰物来表现各家特色。由于整条街屋16户人家相连建造，构成统一、典雅、壮观的画面，是旗山建筑发展史上重要一环，所以吸引不少研究台湾历史的建筑学者经常来此探研，还曾经获选文建会全国历史百景第24名。
東京の玄関としてこの国と一緒に歩んできた。たくさんの出会いと数えきれない思い出を見つめてきた。戦争で形を変えていた東京駅が誕生した時の姿によみがえります。これまでの100年をこれからの100年へ、東京駅復元、10月完成。本日は東京ステーションビジョンにお越しくださいまして誠にありがとうございます。まもなく開演です。どうぞごゆっくりとお楽しみください。
東京駅が誕生した時の色と形によみがえりました。失われた部分を取り戻し、
積み重ねた歴史を未来に残すという復元。これまでの100年をこれからの100年へ。東京駅復元。10月1日完成。